ルモニアさんの歌で竜を呼び出す、そんな計画が。うん、都市はもう動いてるってロキが。でもそれだとハルモニアさんが歌わないとそもそも計画が始まらないんじゃ。だから何とかしないといけないんだと思う。アフロディーテ様の魅了でハルモニアさんを操るのは私は違う気がする。ここにもいない。あと探してない場所は あそこかもしれない。3人で話してた。あの時ハルモニアさんは寂しそうな目をしてた。私の歌が村のみんなを殺した。神様のお人形にすがってごまかしてつるつる生きてきたから、今度はこの町の人たちを。もう遅いかもしれないけど、私がちゃんと舞台から降りれば。私の舞台の終わり。いた、ハルモニアさん。落ちてきたら私が受け止める。だからベルは言って。でも私の言葉は届かないけど、ベルの言葉ならきっと届く。私はそう思う。だから分かりました。